ちは。今日はですね、お休みなんですね。5連休なんですね。初日なんですけれども、昨日はですね、ゴリエちゃんのミュージカルがあってですね。あ、すごい、ここ恵比寿のここ、めっちゃこの間見た舞台の無駄な抵抗みたいな場所よ。すげえ、めっちゃ無駄な抵抗、めっちゃ無駄な抵抗。今日は恵比寿に来てましてですね、マッサージしていただいてるところがあるので行ってですね、昨日はすごい飲み疲れたので、いっぱいお酒飲んだんですね。それで二日酔いなんですけれども、そこ行ったらちょっと治ったんですけれども、ああいう青いキャップのものをね飲んでるんですけれども、ちょっと雨降ってるけど関係なく、うちマジこういう帽子マジ似合わんのや。だいたいこういう休みの日はマッサージに行くかボクシングしに行くかして、私クリスプサラダさんがめっちゃ好きなんですけど、クリスプサラダワークスなんか、なので食べに行きたいと思います。酔ってきた？大丈夫？わっちゃん ETA、 わっちゃん ETA ぐらい手ぶれ補正してるかな、うち今。エビスとアドプラス東京広場、どっち？めっちゃクリスマスなんやけど、雨で濡れてな、いるんかみたいな。でエレベーター止まってな、エレベーター止まってるのか、もうすごいマガタマとマガタマみたいな格好で寝るんだよな、タツノオトシゴみたいな格好で寝るんだよな、二人でプラマイゼロ、むしろ前みたいな、まあまあむしろ前ではないけど、あれ格好で寝るんだよな、の場所でございます。こっちらお使い世代だよな、結局お使い大好きよ。あ、はい、週1ぐらいに来ているボクシングです。お願いします。はい、ジャンプ、はい、ジャンプ、スレッド、はい、スレッド、スレッド、スレッド、マツ、はい、ジャンプ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 、スレッド、はい、キック3、はい、はい、2、はい、逆の3、1、2、はい、スレッド、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、キックを、はい、2、はい、3、はい、4、4、はい、5、6、はい、8、はい、8、はい、9、キック10、はい、やりすぎです。完全にやりすぎ。もっと軽いじゃん。はい、まあ、はい、スタート。はい、一、はい、二、三、はい、四、五、六、はい、一、八、はい、九、はい、二十、二、二で三、四、はい、五。ボクシングしてきました。さっき一応血液を取る時があったので、ちょっと控えめのボクシングってよりストレッチと筋トレ
あ、なんかもう超軽々でやってもらいました。次は区役所に行きます。区役所もね終わってですね、マッサージに来ましたよ。顔が荒れてますけれども、飯食いたい、そば食いたいんだよね。友達のインスタに載ってたそば屋がめっちゃうまそうで、もうちょっと並びそうなんよね。でまた区役所にも戻んないといけないんだよね。頑張るか。鼻くそみたいになっちゃってる。ここピーリングじゃないよね。ピーリングのせいかな。いや普通に鼻かんだんだよね、一昨日ぐらい。めちゃくちゃそれのせいか。え、ごめん、汚いよね。これ路地裏でファミマのスモーク、違うわ、ファミマのタンのレモン味をのスティックを書き込んだよ今、お腹すきすぎて。行きますか。今日はララピールをしてもらいます。服はこんな感じ。なんか肌のデコボコを平らにしてツヤツヤになるんだって。なんかねマシュマロみたい、なんか触った感じ。合流しました。チン、いただきます。カンコン。かわいいね。はい、充実した日だわ。恐ろしい。またそば食べてますよ私。今日はメカブと納豆とごまとたくあんとネギと梅。味付けは納豆が梅のタレにして、梅も乗せてるのにね。いただきます。美味しいかな、味するかな。うまっ。脳内お花畑になるぐらいうまいね。最高。やっぱ刻んだたくあん入ってるの最高だね。うまっ、マジ幸せになれる。いや、嫌なことあってさ、人間だねって感じ。心がプライベートで、でもまあ生きてるからいっかみたいな。動画増す元気もあるしね。ここで落ち込まなくなったのはいいことだと思う。成長するにつれてやっぱ心も成長したよ。だからみんな若い子とかさ、落ち込みやすい子とか大丈夫、大人になればなんとかなる。とりあえず行けよ今日。寝たら明日がやってくる。明日のことなんて分かんないね。絶対とかないしさ。今日はボクシングしてきました。疲れた。銭湯にでも行こうかなって感じ。なんかコンタクトなくてカラコンしてる。今お昼ぐらいで、後でリモートの打ち合わせがあるんだ。怖いよね。またやってるよ。毎日これ食べてる。怖い。自分でもパラレルワールドいるのかってぐらいそば食べてんだけど。そばレルワールド完全なる。今日山菜入れてますけど。いただきます。
毎日感動してんだけど。今日は山菜入れて、納豆とお決まりのメカブと。うん、わさびも合うね。映えない毎日してんな。なんかクラブとか行って、なんかお尻踊りとかしたいんだけど、ナンパされたいんだけど、お持ち帰りされたいんだけど。進んでる場合じゃねえて。今日は仕事のリハーサルをしてきましたよ。YouTuber の子が美肌になるようなカメラ使ってるじゃん。あれって何なの？どんな機種？ここがもうツヤツヤになるやつ使ってるじゃん、みんな。気になるわ。これが何に効いてるか分かんないけど、まあ、ジャンキーなもの食べるよりはいいかなって感じで。